えー、今日はですね、えー、パワハラについてお話をしようと思います。まあ、昨今ですね、えーまあ、企業だとか、えー、政治家、えー、野球選手なんかがですね、えー、パワハラで、まあ、訴えられるというか、えー、問題になるです、発覚するケースが多いです。で今日もですね、やってたのが、えー、落語家の方がですね、師匠に対して、えー、パワハラを裁判で訴えて勝ったと。 まあこういった伝統芸能という非常に厳しい世界であってもですね、えー、社会のこの常識を逸脱するような、えー、パワハラっていうのは許容できないというふうなあの判決でありました。あのー、もうね、思い当たるようなことっていっぱいありますよね。えーまあ、例えば、大声でまあ怒鳴られるなんてことはもう日常茶飯事だったりですね。 えー、有給を取るのか取らないのか、えー、仕事をしてから取れとかですねどうするんだとかって言って1時間ぐらい経たされてたこともありましたし、ね、まあみんな一生懸命仕事してる中で、えー、お前できないから帰れとかですね帰ら自分だけ帰らされたこともありますしまあ思い返せとですねもう嫌になるぐらいなんかたくさんありますね みんなの前でですね、え怒、ー、鳴られたこともありますし、まあ、これ別に私だけではなくてですね、他にも、あのー、見たこともありますし、ね、まあ、思い出したくもないような思い出です。それで自分がですね、何かこう鍛えられたかと言われたら、全然そんなことなくてですね、 成長したなんてそれで成長したなんて思ったこと一度もないですまあね、えー、そんなのが嫌で、えー、仕事を辞めた方もたくさん見てますし仲のよかった同期先輩後輩次々とね辞めちゃって。 寂しいです、ね、まあ最近ですねそういった風潮もあのなくなってきてはいるんですけれどもまだまだ、まあ、私の知らないところではですねパワハラの被害を受けている方もたくさんいらっしゃると思いますそもそもなんでですねパワハラするのかなって思うんですよ私自身まあ 部下を持ったことはないですけれども後輩に対してですねそんな偉そうに嫌味を言ったりとか怒鳴りつけたりってことはやったことはないですまあ多分ですね、えー、パワハラをする人っていうのはまあ、うん、自分の存在をアピールしたいのかまあ要はこれだけ俺は指導してるぞっていうことをですね その上司の上司にアピールしたいのかもしれませんし、我々部下を従わせようとして、えーまあ、支配しようとしてですね、えー、そういった態度を取ってるかもしれませんし。まあ私そんなことしてないんで、真相は不明ですけれども。 ね、今そんなことやってた上司たちは、どんな気持ちで今、過ごしてるんでしょうかね。あんまりちょっといろいろね、言うとまあ愚痴っぽくなったり、辛い気持ちになるんで、言わないですけれども。で、私も今38歳になってですね、えー、まあ若い方もたくさん会社にいます。 でそういった人たちがですね、同じように、えー、苦しむことがないようにしてあげたいなと思います。まあ、困ってることがあればですね、できるだけ速やかにアドバイスをしてあげたり、またね、ちょっと声掛けしてあげたりとか、まあ、当然若い人っていうのはですね、 知識もなければ経験もないんですよ。それをね、あたかも俺は何でも知ってると。お前なんでそんなことも知らないんだとかってですね、言うのは簡単ですけど、言われた方からしたら、なんだ一生懸命やってるのにってことになります。なので、えー、ミスをしたらとなるのではなくてですね、 なんでそんなことになったのかっていう原因を究明して次にそうしないようにっていう対策を講じてあげればそれでいいんですよねまあ仕事の成績上がらない時には上がる方法を教えてあげればいいんですよ例えばこうやってこうやってこうやったらどうだと僕よく言われたのはですねえ自分で考えろと 考えて考えて、頭から煙が出るぐらい考えろって言われたことがあります。それってですね、上司の仕事を放棄するようなもんです。上司っていうのは、えー、部下よりも知識も経験もあるので、部下にいかにしてこう仕事をさせるかということを考えて実行するのが仕事です。 それを放棄して、よ、え、り、ー、上司っていうのは、もう全く何の役にも立ちません。まあ、不要ですね。まあ、あのー、まあ、上司の負ってる責任ってすごい大,い大きいんですよ。なんで、自分一人で、えー、できることなんて限られてます。 自分が受け持ってる部下にいかに気持ちよく効率的に仕事をさせて、なんぼです。なんで、無理やりですね、大声を上げてパワハラをして、部下を動かしても、もう成果なんて上がらないですよ。自発的に部下たちが働くような環境を作らないと。 あれこれとお話ししましたけれども、確実に今、パワハラは減ってきております。どんどん裁判でも訴えられてますし、社会問題にもなってきてます。この傾向は多分これからも変わらないと思いますし、もうパワハラしてるような状態じゃないです、どこの会社も。 もう、日本全国も人口減少で経済縮小になりますからね。若手、えー、ベテラン、えー、高齢者、女性含めて、えー、全員でですね、えー、企業や国を成長していかないと、外国に負けちゃいますから。ついてこれない奴は来なくていい、なんて言ってたら、 ダメで,すとでまあパワハラにですね苦しんでる人はもう環境を変えましょうと私は言ってますけれども、ね、内部通報するもよし他の部署に移るもよし、えー、転職するもよしです決してですね自分で抱え込まないで相談できる人がいたらしっかり相談して 方向転換するっていうのは非常に大事です、ね。精神を病んでしまってから遅いですから。ではこれからも、ね、いい社会になればと思っております。以上です。